Hey、guys, こんにちは英語コーチの生田香織です。今日もアメリカのポートランドからこちらの動画をお届けしています。で話したいトピックはですね、多聴、多読多聴の多聴、いっぱい聞くっていうことですね。英語の多聴は、1日2時間から聞いて変化がありますっていうことについてお伝えをしていきたいと思います。 はい。で、えっ、ー、と、多読多たって皆さん結構興味ある方いると思うし、やっぱり多読多聴することで、英語の理解力とか、あの、英語の処理能力、聞いてどんどん処理していけ、理解していけるって力とか、リスニングが上がるっていうことを期待しますよね。で、大事なのは分かってると思います。それでやってる方もね、いると思います。で、 このなんで2時間から変化があるっていうことを言いたいかっていうのを私のこの英語多読多調の1つの例と受講生さんがこれを2時間始めてめちゃめちゃ変わったっていうことをこの間言われたのでこの2つでちょっとお伝えしていきたいと思います。で私の場合はですね、あの多読多た調ていうのは多分アメリカに10年前来た時にそこからスタートしました。でそれまでは あの日本にいたときは、それこそ何リアリティドラマとか自分の好きなあの海外ドラマとかそういうのを見てあの英語を聞くっていうことをしていました。なので、その時点でも確かにあのそういうのってほらエピソードなんとかシーズンなんとかめちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか。だからまあ確かにそれも多調にはなっているんだけれどもどっちかというとエンターテインメントみたいな感じで聞いてました。うん 大体はその人とのやり取りをずっと見てるって感じですよね、海外ドラマとかってね。で、アメリカに来てからは、そのオーディオブックとか、ポッドキャスト、まあ、特にオーディオブックで、オーディボーってやつが多分出た,出た頃っていうか、もう反映してきた、繁栄じゃない、蔓延なんだっけ、広がってきた頃だったので、オーディオブックをめちゃめちゃ聞くようになったんですね。で、じゃそのドラマとオーディオブックってどう違うかというと、 オーディオブックはその一つの内容をずっと説明している。一つの、わかんない。じゃあ、自己啓発とか、うん、ポジティブとか、わ、うん、かんない。うーん、ビーガンフードとか、まあ、そういう一つのネタに対してあの、いろんな切り口でチャプターがいろいろあって、で、説明していて、それを理解していくっていう内容じゃないですか。うん。なので、 えっと、一つの内容を理解しながら知識、理解を深めていくっていうのは、その会話のやりとりを見てる海外ドラマとはまたちょっと違うと思うんですよ。で、その一つの内容をどんどん理解していく。話についていって、吸収していって、理解していく。でそれのその、その脳の使い方というか、そのやりとりがそれこそ30分とか1時間とかっていう感じで、 あの長めに聞くっていうことが私の中の多調の,その始まりだったんですね。うん、なんでとにかくその会話のやり取りを見ているドラマとは違って一つの物事をついていきながら理解していってその,あの濃,さ濃さもあるし濃度とかの濃いの濃いですよ濃さもあるし時間としても長く聞いているっていう感じなんですよね。なので例えばその思ったのは あの大学とかに留学する留学生ってすごい英語力を上げて帰ってきたりするじゃないですかそれの要因の一つにもなってるのがまず先生の講義を理解しているっていうこともあると思うんですよある意味それも多調ですよね一つのサブジェクトに関して先生が説明し,説明しているものの内容についていって理解していくことでテストの点数とかにつながっていくってわけだからそれもある意味多調のプロセスと似ていると思います でこれをしてからめちゃめちゃ英語を理解できるスピードとかクオリティとあとずっと英語を聞いてても疲れないとか、まあ、リスニングもそうなんですけどここら辺がぐっと上がったんですよだからそのなんていうのかな YouTube を見たりとかえっ、ー、と映画ドラマとかを見る のだと身につけていけなかったところをその多読多聴をすることによってすごくついたなと感じているんですね。で私の場合はそのリスニング対策とかあのディクテーションとかシャドーイングとかこのリスニング教材がいいとかっていうのは一切本当にやったことがなくて特にやってきたのはその多読多聴なんですよね、うん。だからこれが本当に力になるっていうのは 分かっていたんだけれども、同じことをしている人があまりいないので、まあ、たまたまかなって思っているところが、ね、あったんですね。で、この間その、あの生徒さんも、あのー、リスニングに、ま、困ってい困ってるというか、もっと上げたいなと思っていて、でなかなかリスニングがその知り合いに比べてできていないような気がするんだけど、なんでだろうっていうふうに質問を受けました。でも、まあ、2つ伝えた。1つ目が 日本語を介して理解してるのをやめた方がいいっていうのは一つ,つ伝えてやっていかれたんですね。で理解できるようになってきたと。でもう2つ目は、あの多読多聴がいいっていうのはさんざん私からも言ってたけれども、実際に何分くらい一日に英語って聞いてますかって言ったら、15分から30分くらいって言ってたんじゃないかなと思ったんですよね。 彼女はすごく英語も超上級者ぐらい英語力高いし英研究とか思ってるしものすごく上,あの上級の方なんだけどでも1日15分か30分英語を聞いてあの私が手に入れられたようなその行きつけなかった理解度の、まあ、理解度とかクオリティとかスピードについていけるって多分私がもし1日15分から30分 やっってててたたらついてたかななうと多分答えはノーなんですよね、うん、だから30分の多読多聴はも,もちろんいいしゼロよりは全然いいんだけど本当とかなりのこの飛躍を狙っていきたいんだったら1日2時間は多分やっていくのがいい感じもちろん毎日じゃなくてもいいですよ基本的にじゃあ週4回2時間で週4回2時間で 一話英語聞かない日があってもいいかもしれないし、週2回は30分とかでもいいかもしれないけれども、なるべくこの2時間くらいは触れているっていう時間が、えっ、ー、と、365日の中で多ければ多いほどめちゃめちゃいい。ということで、これをね、伝えたんですよ。で、やってみて、本当にどれくらいかな。 多分1ヶ月くらいしか経ってないと思うんですけど多聴2時間を始めて自分のリスニング能力が目に見えるほど変わってきたって言ってたんですよ。目に見えるほど変わるってめちゃめちゃすごくないですかで ?2 時間やってその日本語も返して理解するということをやめていったらすごいリスニングの手応えが上がってきたっていう風に感じていたから、まあ、やっぱり私だけじゃなくて私がたまたまだっただけじゃなかったよかったっていう風に思ったので今日皆さんにこれシェアしてます。はい じゃあですよ、じゃあ2時間ちょっと取るの大変だなって思われるかもしれないんですけど、あのポイントが、ね、2つあります。ポイント1つは、時間を区切る。私も別に2時間ずっと再生してるっていうわけではなくって、子供の送り迎えのかあか、あの家事とかをやってて耳が暇な時そういう時に何か聞いたりします。YouTube を見ることもあれば。 だいたい YouTube か Podcast か講座の、受けてる講座の英語のやつ、どれかですね。うん。なので、えっと、15分聞いて、家事してる時に15分聞いて、子供の迎えた時に30分聞いて、で、じゃあ今度子供の送り迎えの送りん迎えどっちか。もう一個やった時に30分聞いて、で、また暇な時に聞いてってやってれば、あっという間に結構2時間くらいになるんですよね。うん。そういう感じで、時間をバラバラにするといいかもしれない。 あとはあのその、例えばビジネスとかあの自己啓発とかそういうことも英語で学んでるんですけど、興味ある内容だったら日本語と同じで結構1時間とかあっという間に聞けたりします。それこそ、ね、短い動画、10分くらいの動画がいくつかあるレクチャーとかのものだったら、聞いて10分一気に聞いてで、まだ聞きたいと思ってもう1個クリックして聞いたら、あっという間にそれで40分くらいになったりするんですよね。うん なので、その聞き方でもいいかもしれない。なので、ポイントとしては、別に必ずしも2時間ぶっ通しじゃない方が続けやすいです。でもう一つのポイントは、絶対にも圧倒的に興味があるものです。興味があるものを聞いてください。 だから、英語力を上げようっていう目的で聞くっていうのを一旦おあの下ろした方がいいですね。英語力を上げたい。だから、英語に触れておきたい。じゃあ、何を聞こうっていうアプローチじゃなくて、いや、この内容が興味ある。だから、これ英語、たまたま英語だから、じゃあ、それを聞いて学ぼうっていう感じの方が、うん、絶対いいです。うん、じゃあそれこそ、 分、あのー、かんない人間関係についてお金について料理のやり方についてどうやったらじゃあこんまりメソッドを英語であの仕入れようとかそういうのでも全然いいと思うんですけどその興味のあるものを YouTube とかポッドキャストとかオーディオブックで見つけてそれについてもっと知りたいそれを知ることで自分を成長させたり何か状況を良くしたいと。うん 家が散らかってるからその状況を良くするコツを得たいとかっていう目的でいっぱい英語のものをやっていくと圧倒的にそっちの方が聞く量が増えるこれが逆にあの英語を伸ばしたいから英語の何かを書けるかっていう感じで聞くとすぐ飽きちゃったりして結局続かない。だからそうじゃなくて これを知りたいからたまたま英語だったけどこれで情報を仕入れようっていうやつの方が絶対に止まらずにやっていけるで。特にそれで面白いって感じたら次の話題とか題材にも行きやすいんですよね。うん、なので、えー、そういう感じでね、あのー、多聴を1日、うん、少なくてもそうだな、まあ、2時間が目安だけどできなかったら 1>, あの1時間とか30分でもいいかもしれないですけど、まあ、最低30分かなと思いますで。飛躍を目指したいなら2時間くらい聞いてる日を増やそうこれ毎日じゃなくてもいいんですけど週2回とかでもいいかもしれない2時間くらい聞くことで,でもその生徒さんも2時間聞いたことですごく飛躍したって言ってたので、あのー、なるべく早めに成果というかね効果を感じたい人はあのー、2時間くらいやっていくといいかなと思います。 はい。ということで、多読社長の動画はいろいろ撮ってるんですけど、今回2時間っていうところをお伝えしていきました。参考にしてくださると嬉しいです。そして最後になんですが、最近あの無料で学べる動画をプレゼントをさせてもらってます。下の概要欄のリンクより登録してください。これはですね、あの英語それあのずっとやってきて、それなりに話せる、ある程度話せるレベルなんだけれども、ネイティブとかの会話で 困る普通のネイティブと会話が続かないとか、あのー、その場で話していく力がまだなくて、スピーキングに自信がないというふうに、ね、感じている生徒さんが私の中で圧倒的に多いんですね。で私もそうでした。でそこから、じゃあ、ネイティブ、英語スピーカーに通じるレベルで話していけるようになるには、ここについてフォーカスした動画を、えー、今、無料でプレゼントしていますので、ぜひ、登録してみてください。 はい。ということで、えー、今日の動画は以上です。Thank you so much for watching. ご視聴ありがとうございました。